新井正和のスパルタ学園始まりました新井正和のスパルタ学園 毎回交代でメンバーの誰かがパーソナリティを務めます。今回は私、広山太一が務めますので、どうぞよろしくお願いします。さて、この番組のご意見番こと、スパルタ王子新井正和先生です。どうぞはい、新井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして本日はいらっしゃってますか。勝手の声様北村さーんさ、北村さんとははい。 この市川うらら FM の局長様でございます。下の名前はえっと良輔様でございます。これであの北村さん有名になりますから。もっともっといつもお世話になっております。名前だけで覚えられちゃったり北村さんじゃなくてね。はいでしょう。あのあれでしたね。前回ツイッターか何かで北村さんのお名前があってねあの叫んでくれました。叫んでましたね。良介さんって言うんだって叫んでましたよ。あの。 プラライ FM のページのパーソナリティページで素敵な写真のともに出てますからね、うん、まあぜひ皆さん見ていただければとそう皆さんねそこを見ないんだま前までうちの連中は、まあ、びっくりですけどねあすっごいそのために俺おトイレ呼ばれてさボコボコされてたから千山さんに <laughs> 失礼いたしました <laughs> ほんと勘弁してよはい <laughs>、はい、では今回はこのメンバーで楽しくお送りいたしますはいこの番組はフォルツァの提供でお送りいたします 改めまして、広山太一です。新井です。はい、手の声です。お願いします。いはい、よろしくお願いいたします。まあ、さあ。はい、そうなんですけど、まあここ、後ろ映像見える方はわかるかと思うんですけども、クリスマス一色なんですよ、ねまあ、YouTube とかね、見てる方はね、この、これあれだよ。はい。市川浦良愛媛の社長の、あの、お名子たちが。お名子たちが。手元にいる、お名子たちがやったらしいですよ。<laughs> やったとか、こう、いつもね、 あのハローキティもそうでね。でねそうですよね。うちもさやってもらおうかなと思ったけどお直をたちなくてクソ爺たちい<いや> <laughs> すみません野郎うばっかが多いんですけれども。<laughs> はい、まあ女性も募集しておりますけれどもさて、はい、まあクリスマスということでして、はい、まあ王子たちまあ天の声様もそうなんですけど何か今年は特別なご予定とかはないない以上あら終わってしまいましたよ。<laughs> まあ僕もそうなんですけど本当そうなんですよ。 いや,いや広山さんはさよくさ「いやちょっと仕事で」っつってさ仕事じゃなくてうち来なくてどっかひょろひょろって行ってくるじゃないの。なんのことですかね<え>。いや、うん、仕事してますよ実際今年もそうなんですけれども、はいまあ、せっかくクリスマスということなので<う>、まあ、実は僕の出身の山口県の山口市が、うんまあ、クリスマス日本で発祥の地と言われているそう言われてるんだよね<ー>、はい、それは知ってますよ。僕もまあ その話を、はい、まあ実はちょっとしたいなと思いまして、まあ、宣教師のフランシスコ・ザビエルさんが、はいまあ、日本にやってきた時に、まあ、当時なかなかキリスト教を布教させる場所がなかったんですよね。うんうん、でその時流れに流れて山口県に来た時に、まあ、当時の今はないんですけれども大徳寺というデ寺をどういう字かこの大徳って。寛大小の小ああそれ大徳寺なんですか あ大道寺ごめんなさい滑舌が悪かったです、はい、でそこで初めてミサをやったのがクリスマスお寺でミサかそうなんですよはあこれはすごいですななの,のにその2006年にあのザビエルさんの故郷のスペインのナバラ州政府より、うん、あのクリスマス発祥の地として山口市に公認書が 届いたそうです。ああ、そうなんだ。はい。お寺に十字架をこう置いたのかな。まあ、そうですよね。昔はさ、あの神社とお寺って一緒だったけどさ。うん、まあ、あの、要は、そんなようなもんでしょう。日本でいう神社みたいなもんだからね、神社とかね。まあ神様。神前だからね。はい、うん。はい。まあ、そういうお話を。まあ。うん、ちょっと、この後、出てくるお話につながるんですけれども。どう,どうぞ、どうぞ。まあ、その時、この二千六年に付き合っていた。女性から、そういう交付書があったことを知ってたんでしょうね。 聞いてまあいきなり「女の話かい?」「クリスマス今恋人のイベントと日本ではなってますけどそれに踏まえた話を今後はしていこう」「今後はしていこう」「今後」っいうか本日はずっとねずっとっとしてるよね365日ずっとしてるよねいやそんだけモテればいいんですけれどもね攻めなきゃそうですねオートバイ好きでしょカーボー攻めるじゃんそれと一緒だよ 女性はカーブなんだよどんだけこう体のカーブのラインが綺麗かどうかでしょ<然>攻められるかどうかってことでしょ違うのなんか違うものになってますま、はい、道じゃないんですよね道じゃないね、はいまあ、というわけで今後のコーナーにこれ続いていこうと思います,、はい、いますよろしくお願いしますは 私の人生こんなはずじゃなかったよね人生は定め運命なのかどうなのかということであの時を検証したいと思いますけれどもヤマちゃんさ今さ、はい、そこに運命とは定めなのか何かって書いてあるけど、はい、運命と定めの違いって定義わかる運命ですか英語で書くとデステに定めの差がですか頭の良さをきらかすんじゃないよ、ね、<laughs> そういう意味じゃないんですけど <laughs> よくさあの運命は変えられる 定め変えられないって言うんだよね。あ、なんか聞いたことありますね。うん、なんだかなと思ったら結局さ、親と子っていうのは変えられないじゃん。そうですね。これが定めらしいのよ。<あ>運命っていうのはそのこれから起きることはあなたの心構えとか物事の考えの方、うん、捉え方によって変えることは可能ですよって意味らしいよ。あ、なるほど。本当？<laughs> まあでもいい方には捉えられて結果的に良かったなと思えるようになればいいんじゃないですかね。ねはい、余談しました。はい、いいいい。 というわけでそのの冒頭のトークで当時付き合っていた名前は、うん、まあ悦子さんとしときましょうかよう子さんじゃないねよう子さんはちょっと違うの方の前回、ね、前回お母様になってしまいましたので当時、まあ、僕大学生で,、うん、で彼女が、まあ、社会人2年目だったと思うんですけれどもじゃあ彼女えおいくつなのその時年の差は年の差が、えー と確か四つだった。上ですね。上か。はい。あそう。はい。あ君はおねだまキラーなんだ。おねだまキラ。ー比率で言えば女子年上の方の方が多かったかなと。アマエボさんですねじゃね。うん。まあいいでしょ。それで。はい。でその方から冒頭トークにやったクリスマスの発祥のことを聞いて、まあその時はクリスマスを過ごしていたんですけれども。 じゃあ実際プレゼント何をあげたらいいのかなってことに頭にあれだよリバー巻いてきゃいいんだよ八巻の僕はも,もらってくださいと <laughs> いうことですね <laughs> いやーちょっとそれはせっかくなんで何か <laughs>、はい、もしお二人でしたらどんなプレゼントを喜びますかね、うん、あもらう方あげる方、まあ、あげる方でもそうなんですけれどももらうとしたら僕ねあのね気使っちゃってねもらえないんだよねなんかさ<ー>それをねあの例えば僕のためにだよ 選んで買ってくれたり選んでくれるのは嬉しいんだけども、そんなお金なんかお金じゃないから気持ちだから別にまあ一緒にかっこいいこと一緒にいてくれればいいんじゃないかな。でもそう思いますよね。思うなそんなものいらないんだよ本当は。二人でいる時間がプレゼントじゃないの？かっこいいこと言ったこれまた。愛はハグものという。なかなか時間でさ共有できないからさ。そうですね。その共有する時間をもらえるっていうのは。 これが一番いいんじゃないかなという僕は考えなんだけどもねさあどうだ君はどうなんだ君はんまあ迷ったあげくんですけれども、はいはい、まあ所詮学生のバイトで稼げるお金なんてたかが知れてるのであまあねバイトだけだったらねたか、ね、だかね、うん、まあ,あの授業で使う教材とかも買ってたのでそこからえ親が買ってくれたんじゃないのまあそれもあるんですけど結局借りてるので返さないといけないのであ親にそうですねあ本えらいね返さない子は多いのよはいそれで 正直皆さんあると思うんですけれども迷った挙句彼女が住んでいる場所と僕がそのちょっと待ってちょっとあの予断寄り道していいその慣れ染めてどういうことよ慣れ染めですかえっとですね確かナンパいや向こうから声をかけてきてナンパナンパじゃなくてまあまあまあどこ歩いてて普通に文化祭じゃなくてあの新刊コンパっていうんですからコンパかあの 部活勧誘ってあるじゃないですか、入学者のその時に、合気道を僕やってまして、演ンを見せたんですけれども、ちょっとギリギリでかわしそこで、道着がちょっとはだけて、それ腹筋が見て、それがかっこよかったらしいんですよね。ええっと同じ大学じゃないんでしょはい。違う大学の方だったんですけれども。それを見て、わざと見せて。わざとじゃないでほどけるように、俺の腹筋すげえだろうと。そんないいそれに騙されて、引っかかって。引っかかったんでしょうけど。そして。 あなたの腹筋が好きですって言われたのいやーもう自分から言ったから俺掘り下げていくよはいそれで、うん、ま,あまあそれでこんなお,であのお題にしなきゃよかったって思ってるかもしれないまさにこんなはずじゃなかったんですけれどもで掘りあの何でしたっけちょっとそう簡単に行こうかえとその共通のその方と共通の違いが違います<ん>がまあ飲み会をセレクトされて してくださって、それで意気投合して。そうですね。付き合いたいってことで、あなたの腹筋と。まあ、そういうことで、まあ、そういうことになった。まあ、そうい時間がないんです。わかりました。ありがとうございます。で、悩んだ挙句。その離れてる場所に行って、山口県って盆地で、山口市が。暑くて、冬。寒いんですよね。京都みたいですもんね。はい。そんな中、いつも車で来てもらって、片道一時間ぐらいかけて。自分が行かないで来いと。いや、僕は言ってたんですけれども。 それ待ってもらうのも悪いんで、うん、あの好きなまあ某サンリオのキャラクター。のマスコットチェーンと一緒に合鍵をプレゼントしたんです。自分の部屋の。はい。おませちゃんだね。<laughs> まあ、あの、<laughs> 一緒に。ね、それは二十歳ぐらいの時。まあそうですね。すあ若かったなと一回。あれじゃあ、あのマスコットは猫ちゃんでしょ。まあ、まあ、まあ。猫のような女性になれと。 そういうことかなあ私猫のような女になんなきゃいけないのかな違いますよ甘えたい時に甘えてそうじゃない時は別にいいんでしょいうはねはいどうぞまあそうプレゼントして喜んでもらったんですよねのはでもそのプレゼントを今考えればお互いの立場とかも違いますし時間とかの制約もあるんであげてよかったのかなっていうことが起こりまして途中で気が付いたのねはいはい まあ、というのも、まあ、入社2年目なのでその時の当時の彼女もやっぱりいろんなストレスを考えているとす,、ね、す,すると、はいうん、その日も仕事行きたくないから来ちゃったとか言って、うん、平日の朝普通に僕の家に来てたりとかそいいないですかまあそんな日もあるほう別と思って <laughs> いいじあじゃあそういう日もあるから今日は休みないよとかその日は過ごしてたんですけれども事、うん、あ,あるごとに僕の家が なんだろう、逃げ場になっていたというか。反動性になってきたってことかな。まあ、そうですね。いいじゃないの。ご飯作ってもらえば。まあ、作ってもらったことないんですけど。だん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 。重荷になってきちゃったんですよ。そういう男なのか。はい。いや、もう。そういう冷たい男なのか。受け止める器はないのか、君には。すべて言うならば、若かったということで。いや。受け止めなきゃ。こんなはずじゃなかったんですよ。そうなんですよ。やっぱ理想の。 理想はどうだったの?。いや、だから、なんです。あげたら、来るに決まってんじゃん部屋なんか。まあ、それが分からなかったんでしょうね。一応、あげた理由って何?。だから、彼女が。そう、来てもらう。違うんですよ。都合のいい時に。来てほしかったんです。ああ、猫のような女になると。だ、なんで、だん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 ね、毎度毎度なってくると。どうしても男性っていうのは。重くなって。く学生でしょ遊びたいじゃん、他のさ、女の子とも。 それやってられないよねそでなんだけど <laughs> えっとですね <laughs>、うん、いや彼女もっと一緒に時間を共有したいねって言ったのでじゃあどうしたらいいんだろうかなって思ったら結局その行にも片道1,000円以上とか、まあ、円ぐらいかか,ったのかなそれさ普通に考えたらあげたら来るしいない時にも来るし、はい、泊まるし僕がいなくてもあげられる部屋があったらそれは来るよねそうですよね。はい でだんだんまあ依存度が高くなってきたのか、<う>まあ授業中とかバイ深夜のバイト中とか、問わず普通に今家にいるんだけどうん、うん、いつ帰ってくるのとかでだんだんねあ<ー>重くなってうるさくなってきてったりしまったのですよ、ね、そうですね愛が憎しみに変わる時ですねこれね <laughs> 変わったんでしょうねそれが今<う> <laughs> パチっと今思うと憎しみだったなと愛はね憎しみに変わるんですよ皆さん。 怖いですよね <laughs>。本当思うもあいは憎しみ変わるんだなって。はい。君はそしてどうしたの？はい。そしてまあなんとか合間を見つけて連絡してるんですけれどもそれでもまあいないことが問題であって結局。あ君が？はい。うん、でちょっと今合間だから電話はましできないんだけどって言って話。うん、あこれもう戻るって言うじゃないですか休憩時間に。そしたらなんか最近太陽が冷たくて寂しいとか <laughs>。やんでるだ。もう病んでましたね。やんでるだよ。 で僕ももう半分帰省の時とかも,もう先回りされてていろいろ荷物とか押さえられてたり君はあれかい、えー、ともちろんこの鍵を渡すということは、はい、え試食はしたんだろうね試食ですか試食ですよ試食しなきゃ渡せないでしょ普通あこれ美味しいなと思って買うわけじゃんまあ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 、まあ、試食したからじゃあ鍵渡そうとしたんでしょ そういうことでしょう。そういうお付き合いあったと。試食っていうのは語弊がありますけどね。まあいけない言葉かもしれないけど、これは平山さん用語ですから。僕は思っちゃいないですよ。僕は思っちゃいないですよ。平山さんが思うには多分そういう言葉だろうなっていうね。いや僕はそんなこと失礼なことを言わないですよ。何を教えますか。なんか僕のでもねこれはね君ね責任だよこれは。そうですね。試食したんだからちゃんと買いなさいよ。最終的にはどうなったんですか。そうそうそう。最終的にはまあ。 半分ストーカーみたいになっちゃって、うん、僕がもう耐えきれなくなってごめんなさいをしてそれかしばらくずっといたんですでそしたらさなんか起きなかったの向こうだって憎しみ変わるじゃないの、はい、私のこと好きだったんじゃないのってからにだんだんあの平山さんに対してのさ、うん、憎しみが増えてきて嫌がらせとかさなかったのあ、まあ特にはなかったんですけどしばらく僕の家に滞在していたのでその間僕は友達の家に逃げてました、うん まあ特に荒らされた様子もなく。<laughs> まあ、今ここに至るわけなのでございます。それで東京に逃げてきたのか。いや、そういうわけじゃないんですけれどもね。<laughs> なるほどね、なるべく、あの、東京の方の会社に入ろうと。そうです、ね、山口にいないようにしようと。それ,それは思いましたす。大阪じゃ近いな。<laughs> 東京だったら、で、東京に来ました。 はい、あなたの勤務先大阪でした。大阪やられちゃってね、嘘だろうって思った。何年後にまた投機持ってきた、はあよかったっていう現状があるんだよね。え嘘ではございません。うわどうしよう。嘘ではございません。あの本筋合ってますけど、詳細がたた違うんで訂正したいんですけれども、えっと訂正は無駄ですね。もう乗ってしまいましたらね。そうですね。まあいろいろあるからね、そうしょうがないよ。そうです人生ね。まあ。 あの時は若かったので、まあ、もし皆さんね今後誰かにプレゼントあげる時は、うん、今の自分と、まあ、相手の環境とかを考えて渡されるのがいいかと思いまかだからあの本当にこの人と一緒になろうと思った時に全てそうですね、まあ、だから結婚しなくても思ったならいいと思う僕は、はい、じゃないとやお互いあんまりねいいことにならない可能性はあるよねまあまさに実例がここにいるのでさあこれで、えー、ホルちゃんのみんなにいじられることでしょう <laughs> そろそろコーナー終わりますか <laughs> はいではこのコーナー以上ですはいお前は誰だのコーナーでコーナーナなんですけれど大丈夫ですかはい <laughs> 動揺してますね <laughs> すちょっとだけ <laughs>、はい、平山大一ですというかこれコーナー内容変わったんですかいや変わらないですよこれはですね、えー、前回からババ、えー、さんがラブルーターを読むと とと、はい、いうことでじゃあ君もやみんなラブレター読もうということであの真剣なねこう真剣にあのそのそさっきの話の続きで申し訳ないけどさ <laughs> 出会った頃を思い出してね、えー、この世の中ラブレターって書くことはあまりないんですよ。そうですね、うん、やはりそこにはですねやっぱああの美と文化があったんですよ昔ね,、うん、ねその人とねその人の、うん、何て言うんですかね内面が分かりますからね。 まあまあまあ、はい、うん、それをね、うん、ええまあちょっとここでね、はい、気持ちを込めて、ね、聞かせていただこうかなということですねえ、えー。読んでいただこうかと思います。じゃあお願いします。はい。背景 Y 様、手紙では初めて始めましてですよね。始めまして広山太一です。とこれも今更ですよね。 思えばあなたとの出会いは僕の中でなかなか衝撃的でしたあれは入学して少しした頃授業の一環でグループとなってフィールドワークの一環として川の水質調査をしていた時お互い同じグループになりましたよねそして調査中に足を滑らせて川でこけたあなたを周りの人が引き起こしていたら さらに助けに入った人も足を滑らせて大きな水しぶきがそして何を思ったかあなたは周りにいる無事なメンバーにも水をかけ始めましたもちろん僕も巻き込まれてずぶぬれでしたですがその状況を大笑いしていたあなたになんでこんな状況にあんなに笑えるのあと初夏とはいえ水冷たいとかなりイラついた僕が言いました 今思えば、あれは精一杯恥ずかしかったのをごまかすためだったのでしょうね。その後も、一緒の授業に出ても、些細なことで笑っているあなたを見て、うるさいな、何がそんなに楽しいのと、不思議に思うとともに、少々、苛立ちとわるざ煩わしさも感じておりました。そんなある日、たまたま授業で、隣の席に座ることになったとき、 僕が間違って本来持参するのとは違う資料を持ってきて困っていたときあなたはよかったら見てと資料の共有を申し出てくれましたそしてそのだいぶ前だけど水をかけてごめんねといつものくしゃっとした笑顔ではない微笑みがそこにはありましたそれから不思議と課外活動や 授業,が授業で席が近くになって、そのうちに普通に挨拶したり、グループメンバーでご飯に行ったり、休憩時間にたわいのない会話をするようになり、いつの間にか、あなたの笑いがすっと僕に違和感なく馴染んでいました。今では授業で一緒になるのが楽しみで、少し早めに席に着いて、あなたを待っている始末です。 いつの間にかあなたの存在が僕の中で大きくなって大切な日常の一部になっていました本当にいつからでしょうかあなたに惹かれていた僕がいます長々と書いていますが伝えたいことはたったこれだけです好きです僕とお付き合いしてください返事 お待ちしております以上ですなる,なるほど <laughs> お疲れ様でした書かないですよね <laughs> 普通にあまりこうあれだね <laughs> ポエム的には書かないんだねまあ最初それ書こうとしたんですけどうそれって結局どっかで聞いたような言葉を借りてきてるだけなんでまあそうだけどね これはあんまり良くないかなと思ってそうなんかこれは実際そんなことあったようなことかいまあ近いことはありましただよねなんかそんな風が気がしたんだけどね、まあ、これはどうなんだいなんか人のラブレター聞くのもさどういう思いで書いてこれ受け取った人がねどう取るかだよねまあそうですねだ平山さんにね結局ねこういうことだと思うのこれ言っちゃったらもう終わりなんだけども平山さん にのことが好きだったらどんなことが書いてあってもオッケーなんですよ。まあそうですね。うん、ただただ,ただそこでねあのー、なんていうのかな知的センスか自分に合う何かわからないけどさ、はい、ピンとくるものがあったらより一層こうのめり込んでくるんじゃないのかなと思うんだけども。ああ<ー>ねこれ書いててどうだったの書きながら思った気持ちはいや一回ポエム帳で書きながら。 あ、だめだなと。のいや、いや、た分季節は移り変わり、いつの間にか雪の結晶も出てきて、母への手紙じゃん、母への手紙。故郷に書く手紙だよ、それ。<laughs> そうですね。あなたの笑顔は、どの雪の結晶の美しさにも、もう、勝る。どんだけ結晶知ってんだよって書かれる。そうですね。あれ、かなり多いらしいですね。だから、そのどれよりも素晴らしい個性的なもの、うんうん、美しいものなんですよね,ね。そうやって言っときながらだよ。 最終的には面倒くせえから家で出てくるんだよ。<laughs> ね。本当ね、あの、恋、恋ってすごいよね。まあ、でもありがちですよね。何が？男性はね。あ、その思い出話。男性の多いと思いますよ。思い出話。いやいやいや、あの最初はいいんですよ。だ釣った魚には餌あげないっていうね。 男性はまああのみんなちょっとねこう耳がね痛くなってくる僕はそうでもない。だんだね重くなってきて面倒くさくなってくるんですよね。僕は違うな。だん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 。僕は違うなとおかしいけどでもやっぱりほら前王子も何かでお話ししてましたけど仕事中に電話がね五分おきにかかってきて今何をやってるんだと何時に返事するんだ説明して大事な取引ですよ。ねえ。でもだんだんねそのあれなんですよ。 あ、仕事と私どっちが、そうですそうですそうです。それはわ、それわ、わかんないこともないけどね。それだからある意味ちょっとあのやんじゃってるんだよね。そういう行くってことは正常に判断できないってことじゃない。そうですね。あ、僕の場合さらに依存度が高くなってきてしまうってことですよね。そうですね。で向こうも働いている大切 大変さもわかるから僕学生で社会に出てないんでまあそれは僕が我慢するからちょっと待ってあのこのラブレターからまた話戻っちゃうんだけどさ、はい、その働いてるあの彼女様だよはいそっから仕事通ってたの時もありますけれども基本実家からとかあ一緒にもう依存度が高くなった時、うん、はそうですねそうするとさ、はい、部屋がだん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 狭くなってきてでしょそうですね服が増え何々が増えってそういうことが起きるんでしょ起きましたね 大島経験あるといやないですよ <laughs> そんなわけないじゃないですかないっきゃね<ー>ね四十何年生きてきてるわけですから、ね、ちょっと待って話は今おりじゃなくてひ山さんのこの大事な大事なラブレーターの話なんだ <laughs> あのホモー君説になってしまいますからね <laughs> あ言われることあんだよホモじゃないですよホモが悪いわけじゃないですホモの方は別にあのどうこうって言ってる意味じゃないですからね僕はあのあの普通にこう女性が好きというね普通って言葉も語弊だね女性を愛するタイプなんでねはいま恋愛はね人それぞれなので大丈夫そうそうそうよくフェイスブックにも恋愛対恋愛対象わっと書いたじゃんあれは男か女かっていうだけで僕は女っていうだけのことでございますまあそうですね男女とて書いてあるしょ両方 っていう選択肢もあるんですかね。あ、両方の人見ますよ。両方ですっていう、まあ、選択肢はないですかね。両方。フェイスブックに。ないですよね。いや、わかんない。どうなんだろう。両方の方も多分いらっしゃると思いますよ。男女って書けないのかな。男女って書けるんですかね、あれ。いや、両方にこうね。押せることかどうかわからないから、まあ。まあ、それは置いといて、このラブレターですわ。戻るんですね。あ、やばいね、このラブレター、どうですか、書いてみて。 いや<ん>書きづらいな <laughs> っていうのが<ー>自分の思いとしてはただ好きですっていうだけなんですけどそれをいかに相手に伝えたらいいかっていうのとをあのそこまでのストロークとかそのさあのなんていうそこまでの流れだよねそうですよね、うん、思い返しながら何が僕はその人のことが好きなんだろうとかいろんなことを考えます、ね、山さんは比較的こう身近にいる人とかはいまあサークルだったりとか 職場だったりとか、うん、なんて言うんでしょうね。こう自分のその今のまあい環境生活、うん、環境というか生活の中で知り合った方とかっていうのが多いんじゃないですかね。手っ取り早くもしかしたら手っ取り早く、まあ、<laughs> 手っ取り早くからそこからまあ一言で言うとね、まあまあそういう言い方もありますけれども。うんうん、まあ確かにバイト先の知り合いの方とか、どっちが多いの？押される方、それとも自分から行く方？ このラブレターは自分からこう名乗りを上げるわけじゃない、はい、まあラブレターだからで普段の生活っていうのはこう言われることが多いのか自分からこのラブレターのようにあの付き合いしてくださいっていうのが多いのかっていうそうですね半々ぐらいじゃないですかね半々じゃあその自分からお付き合いしてくださいって言った時んて言ったのいやまあまずついてこいついてこいとは言わないんですけど <laughs> 結局一目惚れっていうことはあんまりしなくなって でもう学生大学入る前に。年ですな。いろいろ経験積むとね。ないですね。そうですね。はい、で。何回か遊びに行ったりとか、まあ、デートですよね。で、いいなと思った時。うん、どこに惹かれるの?。日野山さんは、女性の。普段、まあ、クールだったりするんですけど。こういうとか無邪気に遊んでたりとか、楽しかったりとか。意外性か。そうですね。ギャップですね。ギャップか女性的だね。女性の人ってそうなんだって。男性のね、意外性が好きなんだって。 うんっていうか聞くんだよ聞きます男性もそうなのかなねあとねまあ人によりけりだと思うんですけどその自分の生活のねところでの方とお付き合いするのは嫌いっていう人もいらっしゃるんですよねあのなんかあった時うんれちゃうから全部まあそういうことなんですねマあちゃうよねね噂は広がりますよねまあ苦労した時もあります全然ですかまあ社内恋愛とかそういったものはもうやっぱりもう なるべく避けたいっていう。僕はめられること多いけどね。<あ>ハニーと考えに,あラブに <laughs> まあ、それをかわしってお願い。何もしないから、止まろ絶対嘘ですよね。<laughs> <laughs> さあ、じゃ、市民に行きましょうか。はい。はい、まあ、こんな感じで、ラブレターお送りしたんですけど。皆様は、もっといい文章を書いてくださいね。 はい、エンディングです。それではエンディングトークお願いいたします。平山さんはい、誠実に頑張りましょう。早々に鍵を渡さないように。うは,はい、気をつけますえ、フォルツァーではさまざまなレッスンプラン等を用意しておりますので、まあ、恋愛と一緒です。皆様やらないよりやった方がいいので、興味ある方はぜひホームページを見ていらしてください。それでは今回も荒井正和のスパルタ学園をお受けしました。次回もまた。 お楽しみにこの番組はフォルツァの提供でお送りしました。